こんにちは、ケイドアです。今日は超究極カムイを知人無課金攻略やってきたので、それをテロップ入りで解説していこうと思います。ちょっと今回動画出すの遅れたんですけども、いろいろと理由を話していきます。初回降臨時ですね、自陣イザナミでフレンドアークテキーラでやってたんですけども、ボス2で惜しくも敗退。多分他の方がデク入りの自陣無課金攻略出すと思ったんで、あえて取らなかったっていうところですね。ちょっとイザナミでは結構厳しかったんですけども、いろいろとね課題点が見えたんで、次の日に回そうっていうところで本日10時から取ってきました。2回目の降臨ですね。今回ちょっとね竹三日筒を信じて使ってみました。こいつは SS12 ターンで打てるっていうところなんで、速殺つければ7ターンで打てます。フレンドアークに置いてあったらね、2ターン目には速打てるんで、ウリトラ処理もいいかなっていうところで使ってみました。もちろんね、道中はきついです。デクパンも同じだと思うんですけども、特にバトルさんの同伴放置の処理が非常に難しかったところでございます。で、タケミカの SS なんですけども、2段階目だったら過激紋章ゴリゴリでゲージを飛ばすことができます。ボスの HP が結構ゲリゲリまで削ってたらボス1ワンパンも可能ですね。なんですけども、バリアが邪魔すぎてSS がうまく打てないっていうところがありました。頑張れば弱点にぶっ刺すこともできるかもしれないんですけども、これやるならデクやる方がいいなと思ったんで、タケミカパーティーは諦めました。で、これね、ずっと2時間やってて、勝てなかったんで、ちょっと諦めてたところ、ストックで違うことやろうなっていうところで、獅子を試してみたところ、めちゃくちゃ強かったっす。ちょっとね、現状獅子王誠はゲットできないキャラのため編成難易度は高いんですけども、強さを知ってほしいなっていうところで今回動画をアップします。貫通タイプの強さですね。重力ワープの貫通タイプの強さっていうところをお見せしたいと思います。フレンドアークもちろんデク使わずテキーラアルファなんで、純粋な勝ち方になるんですけども、参考になれば幸いです。デクでワンパンするのも全然いいんですけども、そこまで行くのが難しい、バトル2が抜けない、中ボス突破できないって方はやっぱテキーラアルファの方がいいので、デキラアルファで今回撮っております。パーティーはこんな感じです。イザナミ回を2体採用しているんですけども、理由としてはワクワクの実が食えるからですね。結構その勝てないって言ってる方はぜひイザナミ回にワクワクの実をつけてあげてください。照明 L は割と必須級です。あとはね、動撃とかね、過激盛ってあげるとボス削りとかもねやりやすくなるんで、おすすめです。で、今回ねフレンドさんのテキラアルファめちゃくちゃ強かったんですけども、照明 L はかぶっちゃいました。はい、ではまずバトル位置から解説していきます。初手なんですけども、角を狙えば大体魔導士の間にはまれるんですけども、たまにすっぽ抜けたりこんな感じで残る時もあります。で、基本的に魔導士がそのルートを邪魔してくるんで早めに処理してください。で、このステージはできれば3手で抜けてほしいんですよ。なんで、次の手で抜けますけど、基本的にこの弱点を持った雑魚は2回弱点を殴らないと倒せない、かつ勝ちとセットなんで、そこだけ気をつけて処理してください。角度は薄めというよりかはちょっと強め、30度までいかないですけど20度ぐらいかなって感じで打ってます。で、3手で抜けると敵アルファが次この魔導士の処理しやすいところにいるんで、それで処理してください。魔導士は基本的にやっぱその道中めちゃくちゃ邪魔、かつ3ターン後には敵全体の攻撃アップしてくるんで非常に厄介なんですよ。なんでできるだけ早めに倒してください。次は鳥と勝ち処理ですね。ここも鳥の弱点を上触ってから次下触って、次勝ちっていう感じでセットを倒していきます。で、ここのブリトラですね、弱点右上と左下っていう感じなんで、貫通タイプだったらこんな風に斜め切りでかなりダメージを稼ぎます。反射だとね、基本的には弱点1回殴るっていうのを頭に置きながら殴っていくのがいいですね。とにかく1弱点殴る、今回ミスって殴れなかったんですけども、一発一発殴っていく、必ず一発殴っていかないとこの回復が追いついちゃうんで、しっかり一発ずつ殴ってください。バトルさんのこの傲慢奉仕がねめちゃくちゃ処理しにくいんですけども、ここはまた後ほど触れます。まずは魔導士処理ですね。邪魔なんで魔導士を処理しに行きます。で、この間ボスと雑魚の間ははまれるんで、はめに行きたいんですけども、ここはちょっと角度ミスりました。
で、CCO は、まあ、貫通タイプなんで、基本的にはやっぱりボス削り要因なんですよね。だからここはまあ縦貫しておきます。魔導士を削るって感じですね。こいつ倒したかったんですけど、ギリッギリ残っちゃいました。でまあ次右の方の雑魚処理もしておきたかったんで、師匠の友情を拾って倒します。まあ、できれば3ターン以内には魔導士両方とも倒したいなっていうところですね。で次のこの銅魔法師が非常に処理しにくいんですけども、角度はね結構強め、こんな感じで打ってあげる方が処理しやすいかなと思います。で今回、まあ、テキラアルファはワンパン乗ってるんですけども、今のコースだったらもう1回弱点殴れてましたね。ただ本当にここの処理は難しいんで、ワンパン乗るキャラがいたら超楽です。そのタケミカとかでやってたんですけども、マジでここの銅魔法師が倒せなさすぎてやめました。ただタケミカの電撃はね弱点にぶっ刺さったんで、友情を拾いつつ1回弱点殴ればワンパンを乗ってました。もちろん過激モリモリなんですけども、はい。でここからは弱点を殴って削っていくんですけども、ちょっとコースミスりましたね。しっかりボスの弱点位置を把握することが大事なんですよ。貫通タイプだった時に。反射だったらまあそこまで気にしなくても、とりあえず入れ板しない角度で割とお祈りショットになるんですけども、まあ、弾いていくじゃないですか。ただ貫通タイプいる場合はどういう風にルートを描けば弱点1回でも多く殴れるかなっていうのを計算しないといけないので、弱点位置を把握するのは非常に重要です。でちょっと説明漏れたんですけども、クロスドクロを倒すとこのブースザコが湧くじゃないですか。でこのクロスドクロを倒したターンが偶数ターン、今回はテキーラが倒したんで偶数ターンだった場合、偶数ターンにバリアが張られます。仮にイザナミカイが倒していたら、イザナミカイのターンにバリアが張られるんで、まあ、テキーラアルファで攻撃しやすいというところだったんですけども、まあ、今回はイザナミカイじゃなくテキラで突破しちゃったんで、火力枠となる、チシオとテキラの時にバリアが張られました。そこもね、ちょっと注意していただければ削りやすいかなと思います。で、ボス1ですね。ここはレーザーバリア持ってる者同士、持ってない者同士がペアになってます。もちろん弱点2回ずつ殴って処理しに行きます。で、この入れ板がね、本当に嫌っすね。弱点で入れ板、バリアで入れ板って。しょっちゅう起きるんで、まあ、ここで結構苦戦します。ただまあこんだけこのテキラアルファのワンパン乗ってるテキラアルファが1体いるだけでだいぶここの雑魚処理の難易度は緩和するんで、まあ、個人的にはテキラアルファめちゃくちゃいいなっていう風に思ってます。もちろん過激プラス紋章がないとワンパン乗ってこないんですけども、乗せてあげると結構楽になります。雑魚処理が終わったら次また同じように削っていくんですけども、まあ、ここから特に獅子王が活躍できますね。まあこれルートミスするんですけども、今のでも、頑張れば弱点2回判定拾えましたね。まあ、ここからは入れ板しない角度でできるだけ打っていくんですけども、まあ、できれば最初にブーツ雑魚拾ってあげる方が加速しっかりしてくれるんで、まあ、弱点殴りやすくなります。だから先にバリアだけ破壊しようっていう風にやっちゃうと、まあ、たまに足が足りなくなってブーツ雑魚にすら触れないっていう時もあるんで、とりあえず初っ端にねこの加速雑魚を触れてあげることが割と重要かなと思います。でね、結構このバリアの判定がでかいんでなかなかブーツ雑魚触れにくいんですけども、割とそのキワキワ狙ってあげるとブーツ雑魚に触れられます。まあ、そこのところちょっと難しいんですけどね。はい。でここも弱点をしっかり取ってあげて削っていきます。師匠はやっぱり超 AGB 持ってるんで、なんかそこらのガチャゲンキャラ、あと誰だっけ、フェルメールとか使うんだったら絶対師匠の方が強いなって感じました。こいつはねかなり化け物です。なので獅子を持ってる方はねぜひ使ってほしいですね。もちろんね去年のコラボなんで持ってない方もいるかもしれませんし、まあ、その方向けではないんですけども、まあ、この動画見てね貫通タイプの強さを知ってほしいなというふうに思います。
なんで普通に、超アンチワープ持ってる普通主とかも強いと思いますね。まあ、最近出番多すぎなんですけどね、普通主とかは。まあ、シモン&カミナとかも、割と使えるんじゃないかなと思ってます。はい。で、このブリトラの、ここのブリトラが、HP ほぼマックス回復するんですよ。なんで、とにかく、早く倒さないとやばい。3ターン後ぐらいにはダメージを張っていくんで、早く倒さないとやばいっていうところで、僕はもうテキーラアルファ、打ってます。すぐに打ってます。惜しみなく打ちます。もちろん、テキーラアルファまでのターンにダメを払えたりすると、ちょっと考える必要あるんですけども、ダメを払えてないならば、速攻打ちますね。まあそうすると、ここはまあその他雑魚出てこないんで、あとはボス攻めるだけになります。で、ちょっとね、ここパソコンの充電切れそうだったんで、充電器取ってきてます。すいません。まあ、そのやっぱり、獅子王の貫通による攻撃は強いんで、まあかなり反射タイプだったとしても、貫通変化性質があれば、火力は取りやすいなっていうふうに思いました。で、まあもちろんデクのワンパンは、どっちかというと、デク以外にもガチャ限定性がいる方向けかなと思います。イザナミパーティー、この自陣無課金パーティーでデク入れるとなると、バトル3がマジで難しいんですよね。あそこ突破するのが超難しいんで、まあそこさえ突破できればいいんですけども、言うてデクもその過激ゴリゴリかつ、対非極みついてるフレンドがそんな都合よく湧くかって言われたら、湧かない可能性の方が高いと思うんで、そしたらまだね、フレンドじゃない方も多分テキラアルファ出してる方多いと思うんで、テキラアルファの方が現実的かなとは思いました。まあもちろんデクでその弱点2回判定拾えるなんかバグかわかんないですけど、あれがあるんで、まあそれやってもらえれば簡単にワンパンできるかもしれないんですけども、まあ、どっちかというとその自陣無課金だったらデクは、まあ試行錯誤、試行回数もね、かなり必要かなというふうに思いました。もちろんいけなくはないんですけども、なかなかそこまで、ボス行くまでがしんどいなっていうふうに個人的には思いました。で、ここ、すぐ削れたんですけども、あえて、ターン稼いでます。HP 余裕あるんで、とりあえず、テキールアルファの SS を溜め直したかったんで、ターンを稼いでます。まあ逆にこれやりすぎても、ちょっと最終的に火力足りないっていうことになって、ゲームアイバーする可能性もあるんでね、そこの見極めは皆さん注意してください。まあ、今回、そのテキールアルファも動けるし、まあ割と削りやすいなっていうところで、あえてターンを稼いでおります。まあこうなったらもう弱点殴る必要ないかなっていうところで立て込んでいきます。はい。ボス最終ですね。ただこれストックによる1回目の調整なんで、その獅子王の配置とか全く意識してなかったんですけども、獅子王がど真ん中にいると、このラスゲーブロックあるじゃないですか。なんで、SS 打てばワンパンできる可能性はあるかなと思いました。これ、イザナミの SS がね、割と優秀でした。この、魔導士勝利に意外と役立ちます、ね。倒せましたね、今。一体倒せました。で、獅子王は、弱点位置に気づいたんで、配置しに行きます。ただ、超 AGB あるんでね、そんなうまく配置はできないんですけども、まあ、多少削れましたね、ボスは。ボスの弱点は上下上っていう感じで来るんですけども、右上左下なんですけど、だいぶ真ん中寄りなんで、しっかり真ん中軸配置取れれば、弱点往復ができます。エイザ並みの SS を打って行くんですけども、まあ、惜しくもこの価値が処理できず、このラスゲのね、上の価値処理とドーマンホースの処理が超むずいと思うんですけど、ここでテキーラのワンパンがかなり生きてきます。こんな感じですね。これがテキーラじゃなかったらと思うと恐ろしいんですけども、まあ上にいるキャラでできるだけ処理して、下にいるキャラは魔導士処理っていう感じで、しっかり役割分担をしてください。で、ここテキーラじゃなくて、獅子王がど真ん中の配置、なんか瞬間移動でね、取れたんで、ちょっと運も良かったんですけども、剣も湧いたので、ここはイザナミ暴れずに、
あえて縦貫してターンを弾みます。でここで SS ですね、剣を取ってからいきます。まあ、剣なかったらこれより 1.5 倍ダメージ入らないんで、まあ、ダメージはもうちょい抑えめなんですけども、まあめちゃくちゃ強いですよね。こうやって見ると反射タイプだったら割と運ゲー要素あるところなんですけども、貫通だったら割と容易にダメージ稼げるんでかなり強いなって感じました。でここねラスゲね、ブーツが1体しかいないんですよ。なんでこれね角度薄めに打つよりも割と本当にさっきまでよりも強めに打った方がいいかもしれないですね。これでもちょっと薄いぐらいかも。弱点を1回でも殴ればって感じだったんですけど、1回殴ればこれワンパンしましたね。この HP だったら残り2ターンでございます。なのでまあ最終的に地上がもう1回動けるんで、まあ倒せることは倒せるんですけども、ここで無事に倒せます。友情の方って、はい、こんな感じでちょっと運良かったところももちろんあるんですけども、この獅子を貫通によるダメージの稼ぎ方が非常に重要だなというふうに思いました。もちろんね、獅子を持ってない方とか、まだイザナミ厳選してないよって方はね、難しいかもしれないんですけども、とりあえずイザナミ回持ってる方は、まず厳選してください。照明 L つけたり、攻撃 L つけたりしてもらうと、だいぶボス戦からの削りも軽くアップしますし、楽になると思います。何も考えずに何回も挑むんじゃなくて、ちょっと戦略練ってから行った方がいいと思うので、まあ、他のガチャ剣キャラね、貫通タイプいる方だったら、しっかり貫通タイプの厳選もしてもらって、挑んでほしいなっていうふうに思いました。結構難易度高いです。バリアによる入れ板だったりとか、まあ、あとは加速拾ってからの弱点、どんだけ殴れるかっていうところも、しっかりあれコース読めるのはかなり至難の技だと思うんで、多少運は絡んできますというところは言っておきます。そんなところでちょっと長くなったんですけども、攻略解説を終わりたいと思います。ぜひ皆さん、まだ勝てないって方はね、厳選したり、今の打ち方とかでね、参考になる部分があれば、嬉しいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価、チャンネル登録の方、お願いいたします。タケミカはもう使いません。それではバイバイ。